ラスベガスで起きた1分52秒の衝撃。ボクシング人生の最終章へと差し掛かっていた男は不死鳥のごとく復活。Kirkland needs to hold on. Bang! He's gone for the third time. And that's it. Wow, what an upset. Bing, bang, boom. 次期スター候補を破り未来を切り開いた石田信博。あれから10ヶ月、ついに訪れたビッグマッチ。大きな壁として立ちはだかるのは2階級制覇を誇るポール・ウィリアムス。トップ戦線で活躍する本物を相手に、あの衝撃の再現なるか。世界のボクシングをお送りしていますワウワウエキサイトマッチでございます。今日はですね、元 WBA 暫定世界スーパーウェルター級チャンピオン日本の石田信博が元2階級制覇チャンピオンのポール・ウィリアムスに挑む一戦を中心にご案内してまいります。中島さんですね、放送カードいきましょう。はい、こちらご覧ください。はい、今日はまずクリチコ兄弟が頂点に君臨するヘビー級の次世代チャンピオン候補たちをご紹介いたします。期待の候補たちの豪快な KO シーンが続出しますのでご注目ください。そしてポール・ウィリアムス対石田信博のミドル92回戦。去年4月、衝撃的な1ラウンド TKO 勝ちを収めてアメリカデビューを飾っている石田。元2階級制覇チャンピオンの強豪相手に、そのドラマの再現はなるんでしょうか。以上の内容でお送りいたします。解説はいつものようにジョー小泉さん、濱田剛さんです。お願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはウィリアムス対石田、この試合を中心にご案内していくんですが、順を踏んでいきたいと思います。石田選手にとってアメリカのデビュー戦となりました。前回のあの衝撃の一戦ですね、昨年4月になります、ジェームス・カークランドを倒した試合、それから振り返ってみたいと思います。さあ、まだ記憶に新しいところでありますが、2011年4月9日この試合がラスベガスの MGM グランドで行われました。この時浜さん、はい、ジェームス・カークランドは日の出の勢いで27戦全勝 24KO というすごい成績だったんですね。世界チャンピオンまであと一歩というところの選手ですよね。この試合もアメリカではカークランドが早いラウンドでのノックアウトというふうにみんなが予想していたところなんですね。石田選手には申し訳ないんですけど、そういう声が大きかったのは事実です。ただ石田選手がこの見事なパンチから、今のもですね、タイミングのパンチですよね。だから力の相手に対してスピードとタイミングさえ合えばというふうな、教科書みたいな、ダウンですね今のは。最初にダウンを奪ったこともあったのか、小泉さん、その石田選手は持ち味を発揮しましたね、見事にね。そうですね、掛け率がね、なんと18対1だった。そうです。当然ですよね、一方は負けてないでしょう、だからそこを見せてないと。一方は、WBA の元暫定チャンピオンと言いながらですね、戦績的にやはり負け数もあるし、そういうことでね、18対1もね、掛け率の大差、オッズの大差ついてたんですけど、見事ですよね、特に1ラウンドで仕留めたっていうのは衝撃的だと思います。石田選手はこれが半年ぶりの再戦でもありました。1ラウンドからこの後傘にかかっていきます。もうイケイケです。してきます。カークランドという選手は打っちゃって、勝ってきた選手ですけど、この試合は石田は打っちゃって勝ちましたね。こういう対戦になりましたら、当然いい形で進むんですけども、浜さん、それにしても叩きかけは良かったですよね。そんなにノックアウトが多い石田ではないんですけど、倒すコツもやっぱりキャリアでしょうかね、ありますね。これはもう快挙と言っていい一勝です。これはもうなんかこう、文句を言っているようですが、これはもう明らかな石田の勝ちであります。ロングのストレート気味のね、
ックですよね。これがあの自分背の低いそのカークランの有効だったですね、はい、今のパンチもそうですね、はい、ちょっと肩口から入ってくる左のフックですね、MGM Grand of Las Vegas. The end comes at 1 minute 52 seconds of the very first round. The winner by knockout victory from Osaka, Japan. Nobuhiro. The very first round. Very good. まさに初回でっていう意味ですよね。これは素晴らしい勝。これもちろんあのノンタイトル戦だったんですけども、石田選手本人のみならず日本のですねこの選手の皆さんにやっぱりいい刺激を与えましたし、これは価値のある一勝でしたよね。でその後みんな続いたんですよね、はいはい、あのメキシコ行った佐々木選手、そしてそのアトランティックシティ行ってその下田清美選手、はい、で西岡選手ラスベガス、はい、で玉越恭平選手はその、世界一メキシコのノックアウト勝ちしましたしね。それで椎野大地選手、はい、美佐子ジュニア、これはそのフィリピン行ってですね、WBC インターナショナルチャンピオン。日本人選手は、ね、海外出てねみんな頑張ってるんですよ。ね、まあその勢いづくまず一勝というまあそういう、まあ、前回の戦いですけどもね当たるわけですが、ただ今日の相手はあのウィリアムスでありまして。浜さん、はい、まあ、言わずもがなですけども実績それから実力折り紙付きですよね、うん、そうですね、まあ、本当であればこの選手は今頃スーパースターになっているであろうというふうに思われた選手なんですね、はい、まあ、若干壁にぶつかったところはありますけど実力は不対称なところはありますね。上背が1メ、約1メーター90、そしてリーチが102メーターあって距離は長い、そして打ち合っても強い、まあ、要するに長い距離でも打ち合える、短い距離でも打ち合っても強いと、まあこの選手は止まるところなかったですね、はい、この2人が対戦するね、注目の一戦が控えています。続いてはポール・ウィリアムス対石田信弘のミドル級12回戦です。両選手をご紹介しましょう。まずは元2階級制覇チャンピオンポール・ウィリアムスです。ジョーさんお願いします。まあ長身のサウスポーのハードパンチャーですね。でニックネームはザ・パニシャー、相手を懲罰する男です。懲罰者ですね。これまで42戦して40勝負けはわずか2敗ですね。これまで、ね、名のある選手アントニオ・マルガリーという方、そしてカーミット・シンドとかセルフィオ・マルチネスの初戦では勝って再戦では負けたんですけどね。ということで、ね、この選手は非常に手数が出るし、それから長い距離で接近戦でもありますということで、ね、まあ、この選手はそのみんなが対戦を嫌がる強豪ですよね、はい、対するは石田信弘です。石田選手はねだから日本東洋世界これホップステップジャンプ全部取ってるんですね。 WBA のその暫定のスーパーウェルター級チャンピオンになったことがありますね。だからそのアメリカ行ってですね、そのタイトル暫定タイトル失った後ジェームス・カークラン無敗の方向、まあ、1ラウンドそのフィニッシュして、ね、一躍名前を挙げましたね。だからポール・ウィリアムも食ってですね、さらに名前を挙げたい、そういうところですね、はい、その石田強豪ウィリアムス相手にどんな戦いぶりを見せてくれるんでしょうか。気になります。ちょっと展開なども聞いてみたいと思います。そうですね、これあの一つのポイントとしてウィリアムスはサウスポーカークランドと一緒なんですよ。浜さんその辺どうでしょう、はい、まあ石田が日本でもサウスポーとやった試合を何回か見てるんですけどね、決してサウスポーは苦手としないですね、まあ、むしろサウスポーは好きな方じゃないですかね、はい、そういったところからすると、まあ、自分の良さ、うまさを出せるという状態があるんじゃないかと。ただあの今回のウィリアムスの場合はですね、はい、手が長いんですね、はい、だから石田の場合はどっちかというと相手に先に打たせておいて打つというやり方をしますけど、手が長いところをどうするか、相手が手が長いところをどうするかですよね、まあただ最近のウィリアムスはリーチ差を生かさずにどんどん打ってくるところがありますから、そういうところはある意味外して打てるところはあると思いますね。カークランド戦のように打ち合いになればもういけますね、これね、はい、期待できます。ではご覧いただきましょう。ポール・ウィリアムス対石田信弘のミドル級12回戦です。
大切な一戦であります。石田信弘、この一戦舞台はアメリカテキサス州です。コーパスクリスティアメリカンバンクセンターで行われます。石田若干緊張しているんでしょうか、あるいはいつもの表情なのか。36歳、元 WBA 暫定世界スーパーウェルター級チャンピオン、アメリカのポール・ウィリアムスに向かっていきます。現在石田は32戦して24勝6敗2分け。アメリカでは前回のあのカークランド戦が何といっても大きく、名前を轟き渡らせました。ラスベガスで行われた試合です。その後にもちろん試合を行っていますが、さあこのウィリアムス戦が何遍も言います、浜さん、はい、大切な大きいですよ、カードですねこれね。まあウィリアムスに勝ったらウィリアムスの実績、人気全部もらうことになりますからね。ということになります。相手のパワーをもらう、それまでのステータスを全部自分が取って変わるという、そういうふうにとってもこれはもう過言ではないと思います。この試合大きいですね、勝つこと、そしてその勝ち方大切です。石田信弘、元2階級制覇チャンピオンポール・ウィリアムスが相手。これは一筋縄でいかないのはもう分かっています。そのためにどういうことをシミュレーションしてきたか、考えてきたか。石田選手、このリング上でどれだけそれを展開することができるか、披露することができますか。まあ前回カークランドに勝ってから相当自信つけたみたいですよね。それはやっぱり一番大きいでしょうね。そうですね、能力のある選手、これまでもですねいっぱいいたと思いますけれども、リング上でそれを発揮できるできないというのは、自信というのはかなり気持ちの面大きいですもんね。まあ気持ちの面もそうでしょうけど、はい、実績としてやったことは事実になりますからね、はい、大きいですね、はい、さあ、口で言うのは簡単ですけど、はい、やったという自信は大きいですね。そうですか、自信を持ってこのポール・ウィリアムスに向かっていきます。ポール・ウィリアムスもこれまで42試合戦ってきて負けたのは2つのみ。カルロス・キンタナに判定負け、これで WBO タイトルを失いました。その後ずっと遡って、下ってきてセルヒオ・マルチネス、これは2ラウンド痛烈なノックアウト負けでした。この2つが、まあ、負けた2つであります。ポール・ウィリアムス、特徴としてはあの長いリーチ、そして最近ではまあ打ち合うようになってきていますけれども、あのパンチ、見ものであります。ポール・ウィリアムス、どのように石田をと戦いますか、あるいは石田がかいくぐっていくのか。展開としましたジョーさんはどういう展開を想像していらっしゃいますか、あるいは石田選手が勝つパターンではどういうパターンですか。だからね、やはり相手は手数が多いですからね、だから石田選手やはりスピードを生かしてですね、そのやはりより的確にコンビネーションを当てて、ポイント取りたいですね。Ladies and gentlemen, welcome to the American Bank Center here in Corpus Christi, Texas for the featured bout of the evening brought to you by Goosen Tudor Promotions in association with Golden Boy Promotions, Canelo Promotions, Corona and Showtime. This bout is sanctioned by the WBC, President Jose Suleiman, Supervisor Robert Lenhart, along with the Texas Department of Licensing and Regulation, Executive Director William Koontz. Introducing our physicians at ringside, Dr. Mike Fuentes, Dr. Harold Smith, and Dr. Luis Chapa. Timekeepers at the bell also keeping count of the knockdowns tonight, Rudy Rivera and Cyril Perry. Introducing our three judges scoring from ringside, all from the state of Texas, Don Griffin, Mike Mitchell, and Oren Schellenberger. Introducing our third man to the ring, he'll be giving instructions after the introductions, John Shorley. All right, fans, here we go with the main event of the evening, 12 rounds of boxing scheduled in a super welterweight special attraction. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from Corpus Christi, Texas, it's showtime!
Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner, wearing blue trunks with black trim, and joining us from Osaka, Japan. He weighed in at 155 pounds. His record stands at 24 wins, 6 losses, and 2 draws, with 9 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the former interim world champion and currently ranked the WBC number 10 and the WBA number 2 super welterweight in the world, introducing Nobuhiro Ishida. 元 WBA 暫定世界スーパーウェルター級チャンピオン石田信弘。 And his opponent across the ring, on my right, fighting out of the red corner, wearing red trunks with white trim, from Augusta, Georgia, by way of Aiken, South Carolina. He weighed in at 153.5 pounds, with a record of 40 wins and 2 losses. He has 27 wins coming by way of knockout. He is currently ranked the WBC number 7 and the WBA number 3 super welterweight world contender. Ladies and gentlemen, please welcome the 2-time welterweight champion of the world, introducing Paul the Punisher Williams. 元2階級制覇チャンピオンです、ポール・ウィリアムス。Once again, a referee in charge. Now to give instructions, John Shorley.この試合はミドル級ノンタイトル12回戦としてお伝えしてまいりました。ただ WBC のインターナショナルシルバーミドル級の王座決定戦でもあります。さあグローブを合わせました。浜田さん、一言いつものようにいただきたいと思います。まあ、ウィリアムス攻めてくるでしょうから、その時が一つのチャンスでもあります。そうですか、はい。2人の上勢はほとんど一緒、185センチウィリアムス、186センチ石田。さあどういう展開か、ウィリアムスは打ち込んでくるのか、あるいはあの長いリーチを生かすのか、石田選手はどうこれを対処していくのか。リーチ差はあるんですよ ね。石田選手は非常に上背もありまして、このポール・ウィリアムスと並んでも全く遜色ありません。さあ試合開始です。リーチは25センチぐらい違うんですね。すごいですね。ちなみに手元の数字でご案内しました。ウィリアムス208センチ、2メーター8センチです。石田選手183センチ。お右、この強打、この強打がまともにヒットすれば相手は倒れます。お、まあ予想通りといえば予想通りですよ。まあウィリアムス来ますね、やっぱりね。来ますからね。展開としてはこちらのがいいでしょうね。そうですね。今の状態でウィリアムスが足を使いながら下がりながら打たれると厄介ですよね。はい、いいブローを出しています。リーチ当然足も長いという非常にこうスラッという感じのウィリアムス。結構ここのところのウィリアムスは攻めに行くけど、ディフェンスが空いてしまうというところが多いですからね。ジョン・ショーリーさん間にはちょっと変な形、変なタイミングで入ってしまいました。弱い、ないウィリアムス顎を上げる。まあ、今浅かったんですけど左を組みましたけどね。ウィリアムスが打ってきたところ、そして、外したところはウッドガンという感じですよ。今みたいにウッドガンという感じですよ。もう左返します。とにかくウィリアムスに攻めっぱなしにさせないことですね。サウスポーからいつものようにあの長いリードブロー、そして長い左のストレート、このストレートが飛んできます。今のはしっかりと見ています。これはかわしました。今みたいにウィリアムス左打って体を流していきますよね。はい、これがここのところ雑なところがありますからね。ああいうところは狙えるところですよ。狙いどころ、はい、はい。体が流れます、ウィリアムス。おお、しかしこのパンチの伸びも相変わらずです。そうですね、確実に外すことですね。外せばですね、ウィリアムス結構思いっきり振りますから、バランス崩すんですね。ああ、そうですか。狙いどころは分かりました。今みたいにちょっとサイドへ出るといいですね、石田選手。だからボディ、そしてサイド。スタッ、これはクリンチか。はい、おお、っとっとっと。さあ、おお、よく見ています。相手の動き、すかさず来たんですが、それに対処しました。ボディブロック。ブロックしたのか。石田選手、この長身の長いリーチのサウスポーに、やっぱりあんまり苦手意識、サウスポーとしてはないんですね。むしろ日本でのサウスポーとの試合を見てますけど、好きな方じゃないですかね。そうですね。
やりそうにやってるところはなかったですからね。ないですね。今なんかも体の入れ替えうまいですよ。そうですね。まあ随分海外で武者修行をしていますこの石田選手。2007年からまあ7年ほどで10回も、西海岸でトレーニングをしていると聞きました。それだけね、その本場アメリカ行ってトレーニング、スパーリングよく積んでるから、あのジェームス・カークランド戦みたいな、はい、ああいう結果が出たんでしょうね。そうね。さあ1ラウンド目終了しました。1ラウンド目はポール・ウィリアムスですね。有効な国人はやはり上だったです。浜さんどちらですか。ウィリアムス1対9です。やっぱりそうですか。こちらがポール・ウィリアムス、今30歳です、okay. まあ現在はセルヒオ・マルチネスに2ラウンド KO 負けを喫して、その後もちろん試合をやってるんですけれども、今現在は無冠、という状況です。まあ、ポール・ウィリアムスというのは、ね、やはり素質に恵まれていい選手なんですけれど、この前のエリス・ランディ・ララ戦は、ね、ちょっと自分の悪いところが出ましたね。というのは手数が多い、はい、そんなに打ち込みに行かなくてもいいのに、打って打って自分ガードをワイドオープンにして、そこへエリス・ランディ・ララのワンツー食ってましたよね、勝ったんですけどロンギを呼んで、はい、決してあれで自分のストップ株を上げたとは言えないですね。さあ、立ち上がりました。非常にインターバルの石田選手もアップになっていましたが、浜さんいい表情してましたね。冷静ですよね、さあ第2ラウンドです。ついてそして考えてる顔をしてますからね、まあ、カークランド戦のこのアメリカでの試合、それからメキシコでも試合をしている石田選手、海外でやるのももう慣れているでしょう。この1ラウンドのこのやりづらいと言われているウィリアムスとの戦いの始まりを見てもそれが分かります。おーっと襲ってきました。あの左側角度変えて来るところもあるんで、あれは確実に外しておかんというかですね、一番気をつけなければいけないところでしょう。ちょっとトランクスがずっこけているウィリアムス、流れますね、はい、しっかり打とうとするから崩れるんですね、カルブルすると、はい、崩れ、なんかこう前のめりにずっと出てっちゃうんですね。ここ最近のウィリアムスはそうですから、はい、そこはやっぱり打っておきたいところですよ、はい、ウィリアムスの体が流れたところ、狙いどころです、石田、この左は外した感じですね、はいはい。1ラウンドの立ち上がりを見てもこの石田選手、ウィリアムス戦をよく練習してよく研究しているのが何か分かりますね。そうですね、しっかり対処しています。スタート、はい、あ、完全にファールカップ出てしまいました。これはトランスの膝緩いんですかね。緩いんですよね、多分ね、これちょっとカッコ悪いですね。スタート、細かくパンチを使い始めます、はい、上下左右が返してますからね、返してるんで、これ左サイド、おお、左今みたいに左打って左サイド行ければいいですね、はい、やっぱりおっしゃったらウィリアムス体力感じるんですよね。あるんですね、やっぱりね、その筋力の違いというのはやっぱり外国人特有の強さを持っているんでしょう。レベリーが直してくれました。それに全然でも大きいところは見えせません、石田選手。ウィリアムスも結構頭とか振るんですね。こうやって見ますとまっすぐには行ってるようですけれども、小さな頭が左右に揺れます。詰められたか、詰められたか、ボディに来ました。そして上、左のストレート、うーっとっとっと、ガードを上げながら近づきました。ウィリアムス、相手の、ね、内側入ってたんで、右左右この、ね、3連打、ね、できるだけ早い感じで打った方がいいよね、はい、ちょうどジェームス・カークランド戦やったように、あ、右左右ですよ、右左右、このラウンドはウィリアムスですね。ウィリアムス、ぜひ、お二方ともウィリアムス、結構ウィリアムスのコーナーでの表情というのはもう完全にポロッという感じで、一回頭をリフレッシュさせます、空っぽにするような感じがあります。 And you heard him to the bottom.
だからね、あの日本の試合を見るとね、1分間の休み、選手休ませてないケースがあるんですよ。実は指示を与えるのは大事なんですけど、深呼吸させて、それでうがいをさせてリフレッシュして1分間休めるっていうのは、ね、利点なんですよね。で休まずに次のラウンド出ていって、それが積み重なってくると、後半やっぱり疲れますよね。待て、リーさんが気合を込めて語りかけていました。ちょっとコーナーでの表情を見ますと、石田選手のおお、あのような方いきなり来ました。ホールディアムス、ここで主導権取ってしまおうという、そういうラウンドにしたいのか。ウィリアムス取りました、取りました、左から右側と襲いかかります。おーっと、これはスリップです、これはスリップです。体力できてますね、来ましたね。だからラウンドの最初は必ずウィリアムスの方が先に打ってきますね。オープニングヒット取りますね。強めにグイッと出てきました、ウィリアムス。ボディブロー結構ですね、ウィリアムスは左のまっすぐ打ったらこの右も打ちますからね、はいはい、右に対して左のガードはいつもより下も高く上げてるんですね、はい、研究はしてるんですね、それで外した後はいかに打てるかなんですね。まあ、自分から行く必要は今のところ、まあ、相手が、来ますから、はい、うーガードガード結構やっぱ強いんですね、これね、体力できますね、入り込んできます、インサイドから、ここで 止められてしまいます。長いリーチが絡みついてきます。おー左カウンターになったのか、止まったのか。今ウィリアムスの左に対して右をまっすぐ打ったんですけどね、止まらないですね。ああそうだ、合わせたんですね。じゃあ、うん、そうですね、かなりのやっぱ力があるんですね。力あるんですね。上背は一緒でもその体幹筋力というんでしょうか、ポール・ウィリアムス、この辺はさすがです。こうやって揉み合って、あるいはパンチを受けてみて初めて分かるものところもあるんじゃないかと思いますが、おああ左ウィリアムス、いいヒット、左をまっすぐ打った今度は下からアッパーを打つんですね。いいパンチを持ってきますね、やっぱりそれを入れてきます。まあしっかりとこの左に関しては外すことですね、はい、左をまずはこれを左は、はい、この右に対してはですね、自分の左腕をガードに回してますからね、結構、まあ、その分自分の左も使えないところはありますけど、結構ディフェンスはできてるんですね。あ、今いいですよ。そうですね、今クリンチが入った、お見合いの中から、さあ、活路を見出したいところですが、バランス崩す、あと30秒あります。あ、一発当たったのか、ウィリアムス止まった、止まったか、クリンチに来ます、クリンチに来ました。慌てずね、的確に右ストレートまっすぐ出すことです。ノーモーションで、ノーモーションでストーン、そう、ちょっと綺麗にはヒットしなかったようです。おー、ガード弾く、完全な打ち合いになってきましたね、あとわずかです。いや、打ち合いが始まりそうです。この後さらに激しくなっていきそうです。第3ラウンドお二人に聞きます、まず馬さん、ウィリアムス10対9です。やはりウィリアムズですね。あ、そうですか。石田選手も終盤いいところありましたけどね、ポイントは取り切れてないですね、はい、あ、これ踏んでるんですね、ウィリアムズが。これはですね、サウスポーと右構えは結構あることなんですね。ガード破りましたね今、石田選手のいいところも出てこないですかね。ああ、ね、右から左の返し、ね、ここで相手がこれクリンチに確かこの後来るんです。そうです、だから右左右この3つ的確にピンポイント当てると、ね、効きますよね、はい、さあ第4ラウンドです。ボールウィリアムスのエンジンもかかった。そして石田選手も後半、打ち返しました。第4ラウンド注目です。ああ一回ちょっと力抜きました石田、まあ、力いっぱい打ち切りのところが石田なんですね、まあ、本人のスタイルとすると力じゃなくて、スピードとタイミングの選手ですからね、
でも冷静ですね、相手もね、いけないいけないという感じで、うん、そうですね、自分を取り戻しました。先ほどのラウンドはウィリアムスが仕掛けてきたんですが、今回はそんな感じではありません。この揉み合いの時に石田選手また一つチャンスがありそうな感じもしますが、まずあの浜さんは左はこの右を外すことという、とコメントがありましたが、まあ、ウィリアムスの右に関してはですね、自分の左腕を守りに回していけるからまだいいんですね。左のまっすぐ、左のアッパー、あれは外さんという感じですね。これですね、これですね、左に返した、左に返した、石田選手いいですね。あ、ウィリアムさん、体すごい振ってます。ウィリアムさん、この振りはですね、左に返った、空振りは疲れますよ、ウィリアムさんのあの打ち方は。石田選手いいですね、体を支えなければいけないんですね。さあ、いい感じになってきています。石田入ってくるところ、ああ、ちょっとウィリアスも入るのを考えています。今みたいに空振りさせるのが一番なんですね。やっぱり空振りすると流れますよね、かなりね、前の出てきますね。まあ、空振りにもいろいろありはしますけど、ウィリアスのこの空振りは一番疲れる空振りなんですね。なるほど、なるほど。ブロックで止めるんじゃなくて、もう空振りさせるのが一番ですね。距離を十分置いています、石田。お、左から来ました。お、左のところ、ワンツー入れます。いきながら、おーと揉み合いながら打ち込んでいきます。お互いにこのクインチギは非常に危険なところでもあります。このラウンド、主導権取ってますね。ここまでね。残り30秒あります。この後は肝心です。ああ、ボディック、今返し、あの右返しましたね。ああいう必ず返しとくことなんですね。なるほど、なるほど。come on, come on, come on。 ああいう長いいいパンチが出てくるとウィリアムスっていうのは傘にねかかってどん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 良くなってきます。右返した、そして左ストレート返せないか、うまく守りました。やっぱりですね、距離が長く感じるんでしょうね。そうですね、うん、でも対処しています。第4ラウンド終了しました。このラウンドは石田、はい、あ、石田さん、ウィリアムズ10対9です。割れましたね。ジョーさんが石田選手、はい、浜さんがウィリアムズ。テキサス州コーパスクリスティで行われていますアメリカンバンクセンターです。まあ、石田選手のカークランド戦、あの素晴らしさがあったので、ポール・ウィリアムズとやらせようじゃないかというこういうカードが実現しています。さあ、注目の一戦はもう中盤に来ています。第5ラウンド、またウィリアムズが先に来ました。ガードを固めている石田、その上を叩きます。あれだけ、左のまっすぐと右を返してくるから、まあ、ブロックするのはしょうがないとしても、全部ブロックするんじゃなくて、できる限り空振りを入れることですね。空振りさせる、ちょっと動きたいですね、ポジション変えた。おお、ガードル力抜きます。ウィリアムス受けるだけになってしまうか、いや、打ち込んできました、打ち込んできます。当たりませんでした。スタッパンチング、スタッパンチング、There we go。今返しましょう、返しとくことなんですね。これはもう常に頭に入れることですね。相手のパンチもらうだけではなくて返すこと、足、そして空振りもさせたい。なんかこう鞭を振るようにロープを打つようにしてビューンと右が飛んできます。おお、左ですね。まあ、いろんな打ち方もあるようですけれども、ウィリアムスのリーチを最大限に活かしながらやる打ち方ですね。これ浅かったようです。この長いリーチをこう本当にこうロープで遊ぶかのようにして蛇のようにのたうたせながら、パンチを放ってきます。組み合いもちょっと多くなってきています。これはガードの上です。逃げました。これもガードした、ブロックしたか。ウィリアムスガードを高くして近づいていきます。
ウィリアムさんですね、長い距離でも打ち合うし、接近しても打ち合うし、やるんですね。もう右から左飛ばしてきましたが、石田は右、アウトと。まあ、今のところ力比べのところになってますね。そんな感じですね。これで勝ち切れれば一番いいんですけどね、力比べで、あっても、はい、やっぱりウィリアムス力ありますよね。これブレイクです。揉み合いが確かに増えてきました。これはかわしてます。ああいう状態でかわした、そこで打てればいいんですね、はい、ストップストップストップ。ウィリアムスと対等に戦います。かわすだけではダメです。石田得意なあの右ヒットしてから左入ってくるのか、左当てました。左と左ですね、今ここでゴングですね、今のが第5ラウンドです。浜田さん行きましょう。ウィリアムス10対9です。はい、あ、これ石田選手の奥さんですね。あ、はい、あ、和服を召してらっしゃいますね。ポイントはやはりウィリアムスですね。あ、はい、ジョーさんもウィリアムス、元2階級制覇チャンピオンポール・ウィリアムス。これはこっちはね、ポール・ウィリアムスのご婦人ですか。そうですね、今笑ってましたね。カンバネーション、ポン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 、オッケー、ポンポン、で、右、右。ブロックしても弾き返されますね。あ、これは入れられたんだ。あ、お互いに。あ、もう第6ラウンドまで来ました。ミドル級の12回戦です。まあ、タイトルとしましては、先ほど冒頭にご案内しました通り、 WBC インターナショナルシルバーというミドル級のタイトルがかかっています。まあ、世界タイトルではありません。これはまた、フリッカージャムのようなこうスナッピーなジャブを出してきました。左合わせました。下右この B、 ちょっともうちょっと深くしっかりと当たるといい形で攻め込んでいけるんですけどね、まあ、ウィリアムスの手が長いですからね、なかなか難しいんでしょうかね。ここまではそれほどの感じではまだ出てきていません。オブロックした相手が大きく早く回転してきます。オール・ウィリアムス、それをなんとか対処します。石田、結構もみ合いにも強いですね、ポール・ウィリアムスさん、やっぱり体自体の強さなんでしょう ね、これ何遍も言うようですけども。それ言うと石田選手も負けてないですよ、はい、押されてはないですよね。日本人の選手はやっぱりバッチリしてますし、しっかり上背もあります。今までポール・ウィリアムスと対戦するこの同じクラスに同じリングに上がりますと、相手がどうしても小柄というケースが多かったんですが、この石田はそんなことはありません。わー、ゴー、まあ、身長の点ではほぼ匹敵してますからね。打ち勝てれば一番いいですけどね。ここ今の肝心なところですね。そうですね、この距離でね、打ち合うこういう消耗戦するのが得策なのかどうかですよね。もっと当たんない。まあ結構押し合いしてるんで、体力使っていることを使ってるんですね。おお、お互いに今度石田のはボディですね。ただね、ここで下手に動くとね、はい、ウィリアムさん出てきますよね。押し込まれますよね、ある意味ではね、体力使うかもわかりませんけど、こういうね、逆に押し込むような戦い方の方がいいかもわからないよね。出てきたか、コツ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 きます。こういうのコツンコツンコツンだな、あれ嫌なもんなんですね、あれは。そうですか、本当はね、左へ回りたいんですよ。石田選手左フックで回して左へ出て、プロプロ右を当てたいんですよね。リキャップ今度はボディか、当たりません。ちょっとこうクリンチアッパーみたいな形で打ち込んできました。結構いろんな角度から打ちますね。やりますね。おお、インサイドから一発、石田選手やりましたよね。
ですが一発入りました。いやウィリアムズ押し付かれましたよ今、はい、体力戦になってきました。ウィリアムズですね、ウィリアムズ実体級です。そうですか。ただ石田選手のいい右のショートから左フックもラウンドの終わり当たりましたね。ありましたありました。ここまで石田選手頑張っています、6ラウンドまで終了したことになります。So what I want you to do, I want you to make your first shot to the body when you get out. Once you turn out, make your first shot to the body. Okay? ボディ攻める。ああ、そうですか。うわ。What I want you to do って言ってるんですよ。俺が何をやってほしいかっていう分かるかって。相手の要するに石田のガードが高いと思うとしたから隙間を突き上げてきますよね。第7ラウンドです。ポール・ウィリアムズ、石田信弘、おお、また来ました。石田がタフだからボディも攻めろということでしょうね。そういうことなんですね、それがボディ攻めて相手のガードを下げてそれで攻めろと、ウィリアムズ来ますかね。ボディブロー言われた通り実行してくるか。もう石田選手の作戦はですね、ジェームス・カークランドと同じように右ストレート当てようですよね、ええ、左へ回って右を当てようっていう作戦ですね、ええ、ボディ、はい、ボディ、これはブロックします。ボディブロー終わりました。すかさず右のリードブローから始まります。角度がいろんなまっすぐから下からそれ横から来るから来ます、ね、読みにくいですね。石田選手の作戦はね、少々打たれても、ね、右ストレート、これを当てようっていう作戦ですね、はい、いわば玉砕戦法ですよ。これ当たりませんでした、まあ、当てられてもあるいは一瞬でも早く右がストッと当たればウィリアムズはトラブルに陥るでしょう。逃がしません。アウト、カウンター、もらったか。今浅かったんですけど、危ないパンチですね。危なかったですね。少し右に移動しながらパカッと払ってきました。石田選手はね、タフですよね。はい、そうですね。このウィリアムズとああやって揉み合いながらも打ち合いに挑んでいます。おうおう、中途半端で離れるとあのウィリアムズの長いのが飛んできます。Here we go, here we go. それを避けた後打てればいいんですけど、それがやっぱり難しいのがスタートだったですね。立て直したのか、この状態で、この状態だったらすぐ左ストレートが飛びそうな状況ありますからね。十分な距離です。ここから届かしてきますウィリアムズ。あ、自分から行きました石田。お客さんおーって言ってたじゃないですか。任せます。はい、入ってくるところ右当たるか、と当たるんですね。あのカークランドをトラブルに落とし入れた右、まだちょっと綺麗には入ってないようですが狙っています。終わり良かったですよこのラウンドね、はい、じゃあポイントどうします。ラウンド全般続いてはね、やはりポイント取るほどではないと思うんですけど、終わり良かったですよ、はい、ウィリアムズの実体級、ウィリアムズ実体級、やっぱりこうやって押し合って打ち合うというのは体力を消耗しますね。まあ日本でね、河合譲也選手とかね、それから川崎達樹選手、こういったサウスポーと戦った経験というのはね、やはり生きてますよね。サウスポーに対してね、右を大振りしたらやっぱり当たらないんですよ。だから今石田選手がやってるみたいにストレートでもう直線距離で打ってますよね、はい、
長身のサウスポー選手にうまく対処している石田選手、これから第8ラウンドが始まります。浜さん、インターバルで危なかったアッパーカットありましたけども、本当あれ危なかったパンチですね。あれはですね、浅かったんでですね、振ってきます、また狙ってきましたね、来ましたね、来ました、オールウィリアムス来ます、手数集めます、増やしました、ブロック、全ブロックじゃなくて空振りさせることになる、うわー、集中打きます、これガードの上でも何でも弾き飛ばそうということなんでしょうか、体力勝負ですかこれ、もう、ね、今狙ってるんですね、体力力で、このパンチ力で、おそらくセコンドのシーンもあったと思うんですね、相手疲れてるから今回一回決めてしまいという あれはあったでしょうね、インサイドから右ストレート打ちました石田、今度左返します、右、ウィリアムズもあれ一気に速い攻撃したんで疲れるはずですからね、はい、うん、やっぱそうですよ、今息抜きかもしれませんね、そうですね、あ、左から、おっとっとっと一発もらいました、さあ石田、おい、ウィリアムズもちょっと待っていました、左は当たりませんでした、1分50秒切ります、さっきウィリアムズで左ラッパー打つところ石田の左フックもう少し深く入ってればよかったですけどね、お、右、いい打ち合いしてますね、インサイドから石田、お入り込んでいます、勇敢です、左はどうだ、右返します、ウィリアム疲れてますよ、はい、一発一発の振りが大きく、そして鈍くなってますからね、どんな選手でも疲れるとですね、振りが大きくなるんですね、そして次の返しが打てなくなりますから、今みたいにそこで打てれば、確かに疲れてるみたいですね、まあ、疲れてるのはお互いですからね、石田も疲れた状況の中で打てればいいんですよ、疲れて打てないのと疲れていても打てるのは大きな違いですから、だからトレーニングでね、非常に疲れた状態で、それでなおかつその手を出す練習をしているかどうかなんですよね、追い込んだところでね、大会の一流選手はね、それをやってるわけなんですよ、右打ってきましたが当たりませんでした、あと20秒切りました、おい、右と、もう一回相手も合わせてきます、右と右ですね、合わせね、同じタイミングできます、いい場面あったですね、石田選手、カークランド戦で最初にきっかけ作ったのはやっぱりそういう一瞬のですもんね、第8ラウンド終了しました、やはりウィリアムスですね、ウィリアムス打った球ですというのはラウンドの前半が向こう倒しに来たんですよね、すごいかなり集中打が食いましたよね、ラウンドの後半はね石田選手良かったんですけど、はい、ちょっとね数を変えそうとして慌てて打ってますよね、そうなしもっと的確にね打ち抜く感じでね、そんな数当てる必要ないですよね、的確に、ね、ところがねウィリアムスの手数の多さでね手数返さなきゃっていうんでね、ちょっと慌ててる面があります、正確さに欠けますね、この辺り、第9ラウンドです、まあ、これ振り分け採点ですのでどうしてもやっぱりウィリアムスがポイント重ねていっているんですが、浜さん、石田選手も大健闘してますよね、ここまでね、そうですね、真正面の勝負ですからね、しますもんね、パンチだって当たってるパンチが数多くあります、またウィリアムス来ますか、9ラウンド目、最初のインターバル休んだ後っていうのはやっぱり元気になりますね、ウィリアムス回復力があるんですね、そしてラウンドの後半また疲れますよ、はい、おっ、下右ストレートが入ってきます、お危ない、左が待っていました、右待ってました、ウィリアムスの左のアッパーが怖いですね、おお、このアッパーはボディにまとめたのかもしれません、その後も打ち込んでいます、打ち返します、石田、
志田選手の右のアッパーのボディがいいんですよ。あれもっと強くストマック、あの溝落ち打ち抜くとね、嫌ですよね。今打ってますけど、ね、今ね、打ちましたね。あ、入ってこうというところ止められました。もう一回いきます。後ろのロープ。ストップ。I got it. Thank you. Let him go. Let him go. Let him go. ちょっと戦法を変えてみるのもいいかもわからないですね。ちょっとよく戦ってはいるんですけど、ちょっとポイント取れてないですよね。ダメージも与えられてね。はい。取れるか、押されてきました。そのリーダーの力ありますね。おお、ボディに来ました。アッパーが待っています。もらってはいませんが、まだまだあのアッパー非常に危険です。左から、おっとっと、もう一発入りません。あ、抑えられます。うん、ただ左フック、右ストレート、左フック右ストレート、左フック、右ストレート、その3つをね、場面場面でね、どっちを先に出すかね、はい、コーナーです。左行きますよ。残りわずか、第9ラウンド。おお、右取っとる。第9ラウンドありました。浜さん、どっちですか。ウィリアムズ、第9です。このラウンドも石田選手いいところあったんですけど、ポイントつけるとなると10対9ですね。あ、ウィリアムズ、はい、差は広がってきましたが、やっぱり1ラウンドずつ見ていくとこう差が広がってしまいます。だけどね、これ息の上がり方見てください。これポール・ウィリアムズというのはっはっていう感じしてないでしょう、はいはい、これ心肺機能っていうのはやはりかなり高いものがあるんだと思いますよ。スタミナはあるんだと思いますね、この選手は。ボディ打てって言ってるんですけど、なかなかボディ打てないんですね、ウィリアムスは。中盤ちょっと打ったんですけどね。あと3つラウンドですね。もう10ラウンド目。さあ、石田から今度手を出してきます。いやー、ワンツー、ウィリアムス。まあしかし、まあ、右も長いリードブローなんですが、左がまたやっぱりまだこのラウンドでも伸びてきます。ちょっと石田選手左へ出てね、自分の足を外へ出すよ、はい、右ストレートが相手のガードの真ん中通るような、まあ、この回入れて、3ラウンドですから、はい、まあ、もう一つ言うと技術面というよりも体力面で勝負することでしょうね。打ち合って勝つことでしょうね、もうポイントはね、ちょっと差がついてきてしまいましたから、1ポイントずつ返しても間に合わないと思いますからね。ダウン取るぐらいの状態で打ち合うことですね。あ、すいません、石田選手このラウンド勝負に出てますよね、はい、10ラウンド目、ボディ打ち合うと。とこれだけあの外国人と、体力のあると思われる選手と揉み合いながら、石田ここまでずっとパンチも出し続けています。この辺りはさすがです。立派です。そうですね、左手出しました。何遍もやっぱり海外で修行しているだけのその成果が出てきているんですが、いかんせんその試合としてはポイントが、なかなか取れません。うん、スタップ。これは当たりませんでした。ある意味打ってくるところ、カウンター狙っているところもあるんですけどね。一瞬は勝負ですよね。そうですね。
この辺りもそうなんでしょう。入ってくるところ取れるか、うん、ウィリアムズはそれを承知の上で打ってますからね。ああいいボディ打たれましたね。飛び込んでいったところボディ打たれました。あれ止まったのか。いやもう一回宇佐美に近づいていきます。いや押し負けてません。押し込みながらボディ。Let him go right here. Let him go right here. ウィリアムズがクリンチしてます。あそこちょっと下がってる。右のショート、左フック、右のショート打つといいんですけどね。フック右インサイドのカウンター遊ばったんですよ、今ね。石田が見事なカウンター、もうちょっとなんですけどね。ある意味、カウンターパンチャーのところもありますけどね、石田。浅かったようです。10ラウンド目も終了しました。浜さん取れましたか？ウィリアムス1対9です。あ、そうですか。ウィリアムスですね。ただ石田選手もちょっと押し込んでいいところあったんですけどね。ありましたね。まあしかしあのポイントはともかく熱戦を展開しています。さああと2ラウンド。ウィリアムス顔腫れてきましたね。腫れた感じしますね。あまり目立たなかったんですけど今見ましたら腫れてきているようです。少しヘッドをすらしましてこれを下げます。打ち合いになるのか。顎上げちょっと上がりました。石田打ち込んできます。まあ、ウィリアムさんはどっちかというと振りが大きい方なんですけど石田はスタートから常に小さいパンチですね。コンパクトにスパーンと出しています。この状態で小さいパンチを思いっきり、振った方がいいですね。あやっぱりダウンが欲しいというそういうことです。はい、そうですね。でもあのカークランド戦を思い起こせば分かるように当たれば倒れるキレのあるパンチ持ってるわけですからね。タイミングですよ ね、 ですよね。しかもウィリアムス来てますからね。ある意味でね成功しているのはウィリアムスのリーチを殺していることなんですよね、はい、こういう接近戦に持ち込んでる、それをまたもう一つは利用したいですね。自分の方がリーチ短いんですから非常にショートのパンチをコンパクトにでっかくに当ててダメージ与えたいです。おお続けていきます。あ当たった、はい、一発当たりました。もう一回します。ウィリアムズも疲れてます。疲れてますけどね、11ラウンド目きついきつい11ラウンド目です。きついのお互いですからね、いいなんとかそこをねこらえてこらえて一発当てなければいけません。これはどうでしょう。お互いにパンチが当たります。おお上左行く、右から左、タイミングは良かったですけどね、浅かったんですか。そういうことですね。本当に石田選手 の、 あのカウンターというのは紙一重のカウンターを打つんですよね。あと11ラウンド目まで来て、石田のパンチにやっぱり、疲れが出てきたというのもあるんですね。そうですか。紙一重だしショートだし気がついたら相手が倒れるというようなシーンも、かつてあったのではないでしょうか。カークランド戦なんか一発目そうだと思います。押し込まれます。ウィリアムズ押し込んでいく石田。ウィリアムズはこうやって下がりながら打ってますよね、それだから石田が立ち続ける攻撃できないところなんですね。かわします。相手のパンチは見切って、おおアッパー、いいです。11ラウンド目終了です。ジョーさんからいきましょう。最後そのゴング鳴った時に目当てたんですけどね、ポイントはやはりウィリアムズ。ラウンド全般すると向こうの方が有効な国って多いです。ウィリアムズ定期です。あれはそうですか。だから前線してますよね、ウィリアムズはもう1ラウンドのインターバルからインターバルだなんて言うんでしょう、気持ちを抜くんですね。ほわっと表情だけの話ですか。
Okay? Okay, knees to knees. But I want strong. Everything strong.さすがにパンチ、ね、you have to swing, you have to go back and punch, but you don't do that. さあ、これがラストラウンドです。あと3分間。Touch, touch, touch. There we go. いいアドバイス出たですよ。ちょっとバックステップして、はい、それでパンチ当てる、はい、ちょっと揉み合いすぎなんですよね。あ、距離はアウト、打ち合いになる。お互いにパンチが入ります。うわ、ニックロス、石田ウィリアムズもノックアウト狙いきてますからね。でも石田ももらいながらも全然ひるみませんね。打ち返していきます。一発強いの入れたいですね。先にいいパンチを、相手を倒すパンチでないとここはもう無理です。ラストラウンドです。今日はこの2人はクリンチしながらもパンチ出し続けてるんですね。この辺がもう攻撃の止まらないところです。いいから、やろう、パンチとパンチ。あと2分切りました。アウト、一発もらったか。もう1回スタッ、I got you。12ラウンド同じような感じでずっと互いに手を出しながらここまで来ました。体格的に負けてないですもんね。おお、危ない。右が当たりませんでした。ウィリアムズのパンチが先に来ます。あ、こうやってクリンチされても首を掴まれても打ち込んでいきます。パンチを出します。石田、体格負けしていない、体力負けもしていない。これポイントが取れない。いいパンチを入れたいところですが、ウィリアムズこうやって下がっても打ちますからね。そうですね、本当ですね。だから石田が打とうと思っている時に相手が何発も打つから、そこを打つところを逃してしまうんですね。左から入ります。もう一回、こういった時に雑にならないで、右ストレートは顎の横を置くんですよ。右の手をね、はいはい、そこからまっすぐ出すんですよ。手下げてるとね、どうしてもね、パンチが流れるんですよ。そしたらコンパクトにまっすぐまっすぐ、ショートで得意な石田選手の右が、そうするとね、自分が気がつかないかもわからないけれど、直線距離で打てるんです。あと15秒です。スタッ、レイク、さあ、あと1回のコンタクトでしょう。おお、いいの食いましたけど、頑張りますね。頑張りますね。スタミーと試合終了です。最後まで打ち合いました石田信弘。ポール・ウィリアムス、2階級制覇したあのポール・ウィリアムスを目の前にして見事な打ち合いでした。ただポイントはきつかったか。ポイント勝負になるとやっぱり各ラウンドを通じて、ウィリアムスが取り続けていたようです。まあ、手が長いし背が高いし、石田のスタイルからするとやりにくい相手であったんですね。まあ、これだけ上背があるね、186cm 上背ある石田だから、ポール・ウィリアムズに対してね、これだけの試合できたんですよね。今までウィリアムズがこのリーチなどを生かしたら、もう相手を蹂躙するような一方的な展開が多かったんですが、そんなことは石田選手はありませんでした。最後までウィリアムズのパンチを外したところで、打とうにも次のパンチが来ますからね、ウィリアムズの。だから打つ、外して打つタイミングがちょっと読めなかったですね。ただね、もう、まあ、結果論ですけどね、ちょっとサイドへの動き、ポジションをチェンジする、それを使えばね、もっと的確に当たったかもわからないですね。
Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision. 3-0 ですね。 All three judges score the bout 120 to 108. All three in favor of the winner. 120-108. Paul the Punisher Williams. 石田選手、ポール・ウィリアムスには届きませんでした。しかし、非常に素晴らしい頑張りは感じ取ることができました。石田選手、食い下がりましたが、ウィリアムスに判定負けを喫しております。ご覧のように、ポール・ウィリアムスが石田信弘に12回判定勝ちを収めました。では、次回の放送カードをご紹介しましょう。はい、そうですね、浜さん、アレキサンダー対この前田、これウェルター級の10回戦なんですけども、これ面白そうですね。両方反対のスタイルですよね。